なければ、最初は挨拶から。どうも、こんばんは。底辺帝の王王と書い最て、低底だ辺な。王と読む、新底方です。この時間は、深夜の部ということで、プレステ2版のドラゴンクエスト5、藤原仲隆間モ帝ンス王のター挨拶をお知らせ199します。匹、ゴジョンジュフルコンプ、プチファイター3匹目をやっていきます。どうも、サボテンさん、いらっしゃい、チョモさん、いらっしゃい。私だ、構わん、挨拶したおっましえ。ゃいました。すいません。じゃあ、早速やっていきましょう。真時面目間はか。今。真面目です。一応今日からね、ちゃんとレイアウトも、どうですかね。ちょっと大きいですかね、言って下。もうちょっと小さくてもいいですかね。若干なんかちょっとわこ幅があつ、るか今なっ日もて。ペルソナいけなくてすまん。どうも。はい、一夜さんいらっしゃいませ。いえいえ、とんでもない。お気になさらず。大見やすい。時差ボケがひどくてさ。そうですね。海外から。もう3日ぐらいですかね。僕はそんなね、時差ボケなんてね、体験したことないですから あんまりするの分かりませんけど、強いて言うなら僕もちょっと今日は眠いかなぐらいの感想ありますけど、9時くらいに猛烈な睡魔が、0時に起きる生活。やっぱ睡眠はある程度まとめて取った方がいいですからね、多分。もうなんか今日スパロボ終わったらなんか一回寝ちゃいそうな予感はするんですね。いやー、困ったな。りあえず今日はプチファイター3匹目。もうこれはさすがにちょっと終わらせたいですね。難しいかもしれませんが、これ終われば一応ね、プチシリーズ半分終わりますし、あとね、プチプリストとプチマージ、多分このダンジョン内よりは絶対出やすいと思いますからね。こいつさえ終われば本当にいよいよ 終わりもっていいか。画面キャプチャ直ったんだね。もしくは方法を見つけたのかな？遅いい。や、直してて、見つけたって感じですかね。どうも、まさぽさんいらっしゃい。遅いって何でプすチチか？ョコは？プチチョコ、そんなもん我が家にありません。何ですか？遅いって意味がよくわかんないですけど。この時間に配信して、別に何も遅刻はしてませんよ。進捗が遅いってことなら申し訳ないですけど。これ見ながらドラゴンクエスト7の録画見てるんだけど、主の声が時々かぶっておぞましい。かぶっておぞましいってどういうことで、リスナーさんの声とってもう、ことですか？ってことははぐれメタルは済んだのかな。どうも、朝さんいらっしゃいませ。そうですね。はぐれメタルは一応終了してます。あと、補強としては、ヘルバトラー、メタルスライム、メガザルロックあたりですね。今、プチシリーズやってますんで。よければご覧になっていってください。かぶってておぞましいですはぐれ相当時間かかったんじゃ。そう、時お間前の放送も最近マンネリだよな。マンネリ
ハンネリって意味がわかりません。まあ、まあ、確かにね、トークのネタは、ハンネリっていうか、もうね、ネタがないというか、言って少なくとも、この配信に関してはマンネリとかなんとかもないでしょ。ねえ、ただ、山頂で口笛吹いて、出てきた敵を倒して、運が良ければ起き上がれて、それだけですからね。モンダミンだよな、わら。モンダミン、何がですか、ハグルメタルどれくらいでしたっけね、確か。作業があまりにも多すぎるわ。作業があまりにも多すぎるわって。だって作業配信って、ドラクエ5だけでしょ。ね、別にファイナルファイトは別に、あれは作業ではないし、ペルソナちょっとなんか。単調な仕事ゲーム。いや、これはそうですけど、他の配信はそうじゃないでしょ。無職なのに。なんですか、別に無職だからっていいじゃないですか。作業が多すぎるわ。ここで全部見れるよ。どうもすみません、ありがとうございます。いや、はぐれメタルどうですかね。確かだから、ゲーム時間で言ったら、3匹仲間にするのに、どれくらいですかね。多分70時間かかったぐらいじゃないですかね、言って。そこまでドハマりしませんでしたからね。1匹目だって、あれだし、2匹目もだいたい約1倍。3匹目も700ぐらいで済みましたからね。そんなにドハマりしなかったんで。いや、それでも、アフレメタやってた時はちょっと単調でっていうか、あれでしたけどね。結構心を悩ましたけど。一応まあ、そのね、22個目で紹介してあるように、ドラクエ5のあの配信は、随時動画でアップロードしてますんで、まあ、もしなんか見たいっていうか、確認したいのあったら。ゴンスベの動画一覧見てたけど、はい、フォルダみたいなの作れないんだっけ、はい、ドラゴンクエストごと独占とか分けたいよね。フォルダ一応再生リストは、再生リストでは一応ちゃんとね、作品ごとに分けてますけど、チャンネルのとこから再生リストで確認できません？一応ね、ドラクエ7も今日あげましたし、今日というか昨日ですか、お、本当だ、はい、ナイス。はい、だから再生リストで確認すればちゃんと動画、分けてありますね。そちらから、はい、ご覧になってください。マリオの伝説かどうかわかんないですね。バグの瞬間も動画で一応あげましたから、もし興味あるリスナーさんいたら見てください。お前こういう細かい気配りはいいよな。そうですか、どうもありがとうございます。伝説のバグ？わら。いや、だってね、女にモテそうだわ。いや、だわ、DT ですかね。パーフェクト DT ですかね。女性に持ってたこととか一度もないですから。豆なの葉持てるで。いや、豆なんですけど持ってたことないんですよ。ねえ。まあ、やっぱり人は見た目がね、最初ですからね。豆とかそういう、あれもうね、見た目があった上でですからね。判断材料としては。もう見た目が悪かったらね、何がどうあってももうチャンスないですから。あとなんかね、上がってないやつでって見たいのってもうないですね。てかまあもう結構上げたんですよね。もう、ま、あと上がってないのって言ったら何でしょうね、メタルギア、この間クリアしたメタルギアと、ペルソナは？ペルソナまだクリアしてないから、
ペルソナクリアしてからね、ドラクエ5はリアルタイムで随時上げようと思いますけど、他の配信はどうでしょうね。いや、上げた方がいいんですかね。爪の概要欄書きませんか。爪の概要欄、え、はい、サクさんいらっしゃい。いや、概要欄ってどこですか。徐々に上げてよね。リアルタイム概要。そうですかね。ニーハオ、うん、はい、どうも、アシートマンさんいらっしゃいませ。はい。何ですか、今日は中国かぶりですか。今の時代放送中の再放送当たり前だぞ。放送中の再放送、うん、あ、そっか。そうですよね。だから、うん、ね、もし、ね、この配信、今日、いきなり興味持って、同時配信開始すれば二度手間なくなるし。同時配信するほどのあれはないですか。つまり怒ってことですか、うん、どうして怒なんですか。なんで僕のこと怒ってる、怒らせたいっていうか、怒ってることにさせたいんですか。それがちょっとわかんないです、うん。どうしよう、もうちょっと太くてもいいかな。失礼、ちょっと。だから、おこじゃありませんから、別に。そっか、じゃあ、なおさら、じゃあ、ペルソナと、いや、ペルソナ、スパロボあげといた方がいいんですかね、うん。途中でも。そうですね、下手に、っていうか、今やってるものを優先した方がいいってことはあるんですね。ね、そんな言って、そんな YouTube で動画上げたからって、どの程度のね、宣伝力があるか分かりませんが、うん。だってまだ言ってね、YouTube だって、チャンネル登録者数全然増えてないですしね。まあ、ちまちま地道にやっていくしかないですけど。本当に冒頭と後ろの部分の邪魔なとこだけカットして、うん、無編集ですからね。それでいいよ。これだけで助かる。そうですか。はい。まあ、助かるならありがたいですし。ああ、やっと来た。なんか、今日全然来ないですね。やっぱり昼と夜って、実は男女内に関係あるんですかね、もしかして。だとしたら、一回外出て、ここで、夜にした方が変わるとか、まあ験担ぎかもしれませんけど、いや本当今日眠たいですよ。今日ちょっと朝っていうか昼間っていうか用事あったんで、でも6時間ぐらいは寝たはずなんですがね、言って。でも6時間では疲れが取れないのか。でね、最近疲れが取れないっていうか食事がマンネリっていうか、あんまりなんか、ね、飯食っても美味しいって思わないんですよ。まあ、原因は何って言ったら、まあ、まずお菓子ですよね。その、ね、ゲームソフトのお金をね、ちょっとでも、捻出するために、今お菓子だからね、やめてんですよ。だから、お菓子を食わなくなったんで、まあ、お菓子を食わなくなった。働いてないからだろ。いや、そうですけど、
お菓子食わなくなったから、逆にじゃあね、ご飯をもっと食べようって食っちゃうとね、ご飯ばっかり食っててもね、さすがに食い飽きますからね。だからなんかないですかね、なんか安くてね、その美味しくて食い飽きないような食べ物。お菓子食べなくなったらご飯美味しくなりそうなもんだけどね。いやいや不思議だな。いやいや、もともとお菓子食ってた頃も一応ご飯は食ってましたからね。でも相対的にね、食べる量としてのご飯の、毎日ただ飯しといてお前何様だよ、加減にしろごめんなさいね、ほんと何様ですけど。でもさすがにちょっとなんかね、ね、そんなた、ね、お金ないから高いもの食えないにしても、もうちょっとなんかね、いろいろ、何が食いたいんでしょうね。戦国時代に籠城してて食料が逼迫してると思って食えばうまくなるぞ、はい、いやそういうね、そういう想像があまり僕苦手ですから、あくまで今の。わこ、初見です。帝王さんはなんでこの前マジギレしたんですか。そうめんはどう、一度断食でもしてみた方がいい。はい、両方エッチさんいらっしゃいませ。1週間断食しろ。1週間断食無理です。断食なんてそこまで晴れしたいって気概ないし、別にね、痩せたいってわけでもないですし、そうめん、そうめんもね、確かにたまにならいいんですけどね、あれも食いすぎたらあんまり美味しくないっていうか、もういいってなっちゃいますからね。味的にね、なんか最近、どうも。いや、美味しく感じるよ。痩せる目的ではない。痩せる目的ではないってことにしても、断食はさすがにちょっと辛いですね。やっぱりね、何かしら食べないと、お腹が膨れたというか、ね、満足した状態にならないですからね。さてと、たまにはちょっと変わった行動パターン。こんにゃくでも食べなされ。こんにゃく、こんにゃくじゃない。読んでて。なんかないですかねって結構聞くけど、いつも否定するよね。51コムさんいらっしゃい。はい。レトロ社長さんもいらっしゃいまして。いける気がしますか？メガンテ。メガンテな。あ、ザキ聞くんだ。意外とこういう行動がね、流れを変えて、まあこの戦闘では無理でも、次とかその次あたりで、こんにゃくはね、それこそ味がないじゃないですか。なんかないですねって結構聞くけど、いつも否定します。いつもじゃないですけど、でも確かに言われてみれば否定が多いかもしれませんね。そうですね、聞くだけ聞いといてね、否定っていうのはちょっと確かに失礼です。おでん、もうちょっとかな、もうちょっと味噌田楽だと美味しいよ。あー、おでんね、どうしても否定から入る癖があるよね。なんなんでしょうね、この否定からっていうかね、やっぱりね、生まれ育った境遇というか、そういったものが全部見てなかったから、からやり直して57個目さんいらっしゃい。あ、そんなあなたにあのうってつです。あのなら聞くな、ね、そうなっちゃいますかね。特にゆず味噌だと進む、そうですかね。あの57個目さん、あのもしよかったらあのクレイマー思考 YouTube にあのチャンネル、あのね、YouTube の僕のチャンネルにあの今ドラクエ5の動画上がってますから、そちら参照してください。あのアドレスはあの、
22個目に載ってますから、そちらから確認いただければ。まあ、アからは全部はないんですけど。ドラクエ4はまだですか？予測変換。61個目さんですね。えらいこだわりますね、ドラクエ4。でもね、もう言ってドラクエ5まだやってるし、ドラクエ3終わってドラクエ7終わりましたからね。まあ、もうちょっと先ですかね。いや、個人的にはちょっと変な申し出かもしれませんけど。まずは受け入れていくスタイルで。ただ、否定から入るのに慣れてるから急に変わっても困るけどな。今週末はダビスタです。そうですね。57、動画の右側のやつ面白いよ。じゃあダメだ。何ですか、動画の右側のやつって意味がわかりません。じゃあダメだってどういうこと？じゃあダメで、何ですか ?YouTube だとダメなんですか？よくわかりません、YouTube の動画だと見れないんですか、集めたエビデンスをすべて見せなさい。集めたエビデンス、エビデンスって何ですか？ごめんなさい。エビデンスって何ですかね？僕は中卒なんでそういう難しい横文字、知らないんですよ。エビデンスって。何ですか？エビのダンスとかじゃないんですよね。エビデンス、なんか聞いたことあるような。エビデンス、証拠、エビが踊ることだよ。エビが踊ることだ、それがエビダンスかな。エビデンじゃないです。エビデンスは証拠、根拠、証言。動画が視聴ゼロばっかりで草。動画が視聴動画視聴ゼロ。ドラクエで一番好きな女キャラは誰ですか？はい、71個目さんいらっしゃいます。ドラクエで一番好きなの、どうでしょうね。意外と僕やっぱりマリベルですかね。別にまず M じゃないですけど、やっぱね、アイキャラの方が面白いですよね、見てて。集めたエビデンスをってだってね、動画だけど一応このド M がド M がっていいじゃないですか。別に M じゃないですけど。俺ミレイユです。あ、ミレイですか。マリベルか、帝王派分かってる。分かってるでしょ。加速。ありがとうございます。何を加速するんですか。ドラゴンクエスト5の娘でしょ。娘、いや、幼女でしょ。あれはどう考えてもね、年齢対象外でしょ。あんまりそんなにね、ベラ派どうすか？ベラ、でもね、なんかちょっとやっぱり子供っていうか、なんか性格が子供というか、表向きは何ですか。表向きは何ですか。気になりますよ。どうでしょう、41回目、終わってくれると嬉しいんですけどね。多分どうせ似てたい子は。あれは違うでしょ、モンスターでしょ。どうでしょうね、無理でしょうね、薬草でしょうけど、いや、信じ、これはきっと、甲賀といらっしゃい。最高、わらわら。甲賀という名の薬草が手に入りました。あざーす。ニコニコの勇者様が読んだので帰ります。ってやつキャラが可愛いぞ。ブボキュ。勇者様は死んだので。いや、知らないですね。草。もう草いらないっすよ、もう。草。どんぐらいですね、やっぱ16分の1か8分の1なんでしょうね。もう草はいらん。ドラクエの4コマ漫画みたいなやつ。4コマ漫画、へえ。いや、見たことないですけど。4コマ漫画か。勇者様が死んだので帰ります。キャラが可愛いんですか。
昔めっちゃ見てた、うん、おもろい人のはおもろかった。僕なんすかね、なんかドラクエでなんかそういうのなんか昔 あったんですね。これ集め終わったらメイドに旅立つんですか？なんですか、メイドなんか行きませんよ。いやね、もちろんいつメイドに行ってもおかしくない状況ではありますけど、なんですかね、昔なんかね、その、うん、女の子のキャラがみんな乳首が浮いてるのが笑える。そうなんですか。僕なんか昔なんでしたっけ、なんかね、あのなんかのドラクエで、あ、これか、なんかあの何でしたっけ、なんかね、ドラクエ3のなんか武闘家大臣の町を作ることになったってね、あの手が止まってるぞ。いやごめんなさい、ちょっと今探してたんで、うん、あれね、なんかあれ面白かったんですよね、見てて、うん、どうなったかよく覚えてませんけど、うん、何でしたっけ、あれ元ネタって。わかね、結構昔のやつですからわかんないかもしれませんけどね。あっちあっち。もうないのかな今。何の反応もないってことを見ると誰も僕の誰も知らないんでしょうね。古すぎたか。ごめん、見てなかった。いや、いいですよ、別に。いや、別にゲームとしては何もあれだし、うん、なんかごにょごにょ言ってて全然伝わってこなかった。あ、そうですか、ごめんなさい。僕の声が小さかった、うん、まあいいです、聞かなかったことでしてください。お前がみんな同い年くらいだと思ってたのに。いやだからいいじゃないですか。だから僕が昔ねその見て面白かったってことで紹介しただけですから。何も、でもね、あの頃は結構いろいろニコニコでね動画ハマってた。手話何歳？ね、内緒です。もう一回頼む。いや、嫌ですよ。でも確かにゴニョゴニョだった。え、ね、本当に？だから、あれですよ、まあ。僕20歳であさって免許の高速教習があるんですが、アドバイスください。え、ここ30代後半がいいとこだぞ。そうなんですか。20歳であさって免許。38という噂、同級生くらいの匂いがする。そうですかね。あさって免許の高速教習ですか？40代はお前だけ。そうなの、うん、てか僕40代なんですか、うん、免許ね、高速昔、うん、乗りましたけど、うん、なんでしょうね、まあとりあえずね、その車線からはみ出さないこととね、それだけは気をつけた方がいいですね。まあ、あと早く寝た方がいい。あとは車間距離ですか。うん、ね、結構高速もし前ね急に止まったらね、なかなかブレーキ踏んでも間に合いませんからね。はい。え、101コムさんいらっしゃい。まあ早く寝た方がいいって言われてもね、ドラクエの後にまだスパロボもやんなきゃいけないですから。僕今日もうちょっと最近夜型の生活になったんで、うん。夜は寝ないことにしました。昼間寝てます、最近は。はい。ジジイ生主。何ですか、ジジイ、ジジイですけど。それが何か、ジジイが配信しちゃいけませんか。
H96、合流だけ気をつければ楽です。高速の方が運転しやすいよ。あ、そうですね。確かにね、初心者だと合流怖いですね、言って。うん、そうですよね。うん、確かに高速。96へのコメントだろう。101は、高速教習、3人でやったな。友人が運転してる時に、ううお前が引きったら全員読むな。そういうことか。ってプレッシャーかけたな。カブトムシみたいな生態でかっこいいですね。帝王最低だな。プレッシャーかけたなって。ひどいですね、それ。カブトムシみたいな生態でかっこいいですかね。カブトムシって夜型、あ、そうか、でも夜型か。確かに。え、夜型？どうなんでしょう。いやー、終わんないかな。そろそろいい加減飽きたんですけど、こいつも。まだ外の方がね、出やすいから。多少気が紛れたんですけど。合流はキックダウン、アクセルペダルベタ踏みで、でやるんだぞ。え、キックダウン何ですか、それ。キックダウン、アクセルペダルベタ踏み？ああ、一気に踏むってこと。そうですね。ね、もう合流車線からかなりスピード上げて、ね、高速走ってる車とスピード同じにすればね、車線でエクセルをマウスで地味にクリックするところが見えるようになって楽しんでる私そうですか面白いですか。あれカーソルってあ見えてんのか。あ、そっか、どうしよう、邪魔ですか。カーソル邪魔なら、うん、消してもいいですし、まあ楽しんでるなら別に、うん、キックダウンは教習所の教本にちょっこと出てくるぐらいだから知らない人多いだろうね。そうですね、多分あったかもしれませんけど、うん、ね、用語としては覚えてないって人は多いんじゃないですか、うんうん、僕もね言って運転そんなにしてるわけじゃないですけど、今まで回の右のボタンは見えてなかった、はい、うん、そうですねちょっと僕の、ちょっといじる都合上、ちょっとボタンね、見える位置にしないと、うん、ちょっと不便というか、ちょっと操作やりづらいんで、うん、申し訳ない。まあ、いちいちね、カウントの数、ね、手入力で入力するよりは、あのボタンでクリックした方が、ささっていじれますからね、うん、シュガ地道に押してるのが見えてほのぼのします。晩御飯を消えて、意外に高速教習で気をつけなければならないのが高速から降りた時のスピードでしょ。そうそう、あ、まあ確かにね、スピード慣れて逆に一般道で、うん、スピードをね、出しすぎるってことはあるかもですけど。帝王さんに問題。アップ車のアクセルペダルを踏まないで進む現象のことを何という？え、あ、それ知ってますよね。昔免許っていうかね、勉強して。あれでしょ？クリープ現象でしたっけ？ね。そんな感じですよね。うん、ね、なんか、まあ自動的になんか、ちょっとね、加速っていうか、スピードっていうか、前に進むんだよ。また何がですか。はい、116個目さんいらっしゃい。ハイドロプレーニング現象。またってハイドロプレーニング現象は違うでしょう。まって、ハイドロプレーニング現象ってあれでしょ、ね、高速なんかで、ね、正解、ね、いや、その正解ってまだと打ってるでしょう。ハイドロプレーニングってのはあれでしょ、高速なんかでその道路とタイヤの間にその水滴があれしてね、摩擦が少なくなってブレーキが効かなくなるのが違いましたっけ。違ってたらごめんなさいね、それもね、自動車教習で習いましたけど、うん、
最近はね、結構道路によってはね、なんか路面がね、水をだいぶ吸収っていうかね、下に吸い込むからね、あんまりそういうこと起きづらくはなってますけど、絶対ではないですからね。難しいな、自動車教習。合ってると思ったらもっと自信を持って答えなさい。はい、いや、わかんないですよ。いや、自信がないからそう言ってるんですけど。高速の路面は水を透過するから水たまりができないんだよね。はい、ああ、そうなんですか。やっぱりね、うん、最近なのかね、うん。だからね、全然雨降って。ファイナルファイトでクリアできなくて逆ギレしたんでしょ？僕がいつ、逆ギレはしてないと思いますけど。ねえ、少なくとも。てか、ファイナルファイト今日誰もほとんどリスナーさん来なかったから、いや、来てたかな、うん、下手とか、ねえ、かなり罵倒はされましたけど、別に切れたりないですよ。ねえ、僕が下手なのはね、重々僕自身が一番よくわかってますから。ただね、あれ、あのまま続けて、僕クリアできるんですかね。やっぱり、多少コンティの回数を、切れてませんよ。ね、ファイナルファイトでリスナーを敵と思ってやってたよ。違いますよ。誰もそんなの違う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 。ファイナルファイト興味ないから見てない。違います違います違います。やめてください、チモさん、そういう言い方。ね、そういうコメントはありましたよ。だけど僕はリスナーさんをね、その神様とね、同様の扱いっていうかね、そういう風に見てるから、そんな敵をね、リスナーさんに思ってね、そんなプレイはできないってちゃんとお断りしましたから。ね、そんな、ね、そんな、いくらなんでも、リスナーさんをそんな殴るなんて、そんなにね、ゲームやろうなんて思いませんよ。リスナーはいつも僕を叩くから敵だ。言ってません、そんなこと。でもそのコメントは私がした。やっぱあなたか。ね、うん。でも、クリアできるんですかね。それ僕としてはね、1ヶ月、1年。米127。何がグッチョブですか？リスナーは疫病神だ。思ってないことほどペラペラ喋れる。そんなことないですよ。ファイナルファイトの敵をリスナーと思って殴りまくってたのか。違いますって。違いますってな、そんな、ね、リスナーさんだったら、なんて思ったら殴れないでしょ。ね。ただね、実際、どうなんでしょうね、今の縛りで。頑張っても、ね、言って今日ねこの間行けたアビゲイル行けなかったですからね、うん、ねなんかそろそろまあそろそろっていうほどまだやってませんけどねやっぱり伸びしろ的にはもう尽きちゃってるのかもなんて思うような、うん、嫌なリスナーだと思えばいい今までに NG つけてきたリスナーだと髪とか煽って飯馬と家庭を最低だな。なんですか意味が分かんない。いや今まで NG って言ってあってそんなにいませんよ。せいぜいね3人ぐらいでしょ。僕記憶あるとしてもねそんな逆にね NG ね突っ込んだら突っ込んだでね逆に報復がひどくなるってこともあるかもしれませんし。リスナーを薬病神扱いするでしょ。してませんよ。明日は我が身。何が明日は我が身ですか。自分一回 NG 入れられましたよ。そう、昔ね、まあ、あるかもしれませんけど。まあ、いろいろ、うん、しつこい人とか。報復？報復。報復でもありません。俺のことを NG したっけ？たまに、しましたっけ？覚えてない。わかんないっす。いや、してないと思いますけど。どうだったかな？でも NG ってずっと有効なんですか？その、よく覚えてませんけど。ね、名前のっていうか NG スコアとかっていうかね小手半みたいに一週間で最低だなって連続でコネした人を嵐として NG にするそうですいや別に嵐いやでもあんまりひどかったらね嵐
ね、認定するかもしれませんし。184は1週間。あ、いやいば1週間なんですか。へぇ。でも、うん、なるほどな。あ、そういえば俺が書いたことを吊るし上げて暴露されたな。そんなことありましたっけ。話してたって聞いたよ。話すわけないですよ。ああ、そうなんだ。へぇ。いや、僕そんな。184は1週間ごとに ID 変わるから、ショーエットじゃない限り1週間でしょ。なるほど、そういうことですか。はあ、書いたことを吊るし上げて暴露されたそんなことしましたって全然記憶ないんですけど。僕がそんなね、そんな人としてね、ね、人の道を外れたような、そういうひどい行為をした記憶は全然ないんですけど。勘違いじゃないですか。誰か他の生主さんとね、混同してるかもって。うん、よくちゃんと思い返してください。自分の悪事はすぐ忘れるのか。いや、だから、覚えてないですよ、悪事。マンコミゼロですわみたいなことを書いてたらさらされた。傷ついた謝罪して。そんなこと言われたら、そりゃ、ねえ、ひどいでしょ。さらされたっていうか、うん、まあなんかあったような気もしますけどね。いじめっ子始めたことを覚えてない。それと一緒か？いや、いじめっ子じゃないでしょ。これどう見たって僕に今のね、正当性あるでしょ。ね、そんなセクハラ発言のコメントばっかりしてるから、うん、ね、それはね、問題でしょ。むしろ、それでね、NG にぶっ込まなかったことに感謝すべきでしょ。うん、ねえ、そんなひどいことして。帝王最低だな。いやいや、最低じゃないでしょ。マジか、帝王最低だな。はい、151コメさんいらっしゃい。だからさ、NG にしてないでしょ。東大卒伝説所有帝王さんはこう。はい、中卒で、帝王最低だな、ハモう挨拶だから。ニコニコレンタカーの常連の帝王です。はい、どうもよろしくお願いします。はい、ベンツなんかありませんよ。わかる、帝王最低だな。わかんなくていいですよ。まあ別にね、僕個人をね、どうこう言うのはね、別に僕はそんなに怒ったりはしませんけどね、やっぱり。ね、その例えば、まあね、間接的にね、リスナーさんがね、嫌がるっていうか、迷惑かかってるだろうなーって行為は、僕はちょっと、ね、多少なりとも苦言を呈するかもしれませんけど。帝王が最近調子に乗る頻度が多い。わかんないです。いつ調子に乗ってます、最近。全然調子に乗ったこと最近ないと思うんですが、なんかありましたっけ。あ、そうだそうだ、思い出した思い出した。いや、調子に乗るってことじゃないんですけどね、あの、まあ、さっきもちょっと話題出ましたけど、あの今週末っていうかね、3連休で配信の流れが下品になってきたから、はい、頻度が低すぎるよって書いたら、はい、あ、そうそうそう、さっき何本おしゃぶりしたんだって書いたでしょってさらされた。あ、そうそうそう、謝って。いや、じゃあだから自分が頻度低すぎるよって言ってそういうことコメントしてるっていうのは矛盾してるでしょって指摘する意味でね、え、晒されたってわけとは違いますし、ね、そういうのあまりよろしくないでしょう。いやいや。で、ちょっと話戻しますけどね、今週末あのダビスタ、うん、まあ一応ね、その36時間で、いやいや、最低じゃないですけど、うん、36時間でそのダビスタ全 G1 ですか、ね、クリアする配信、まあやるんですけど、で、その罰ゲームで一応、ね、あの、リスナーさんと協議した上で、ね、あの、ファイナルファンタジー5の、ね、すっぴん縛りでクリアっていうの、うん、もしクリアできなかったらそれをやるって、まあ一応決めてはいたんですが。うん、帝王様エロい。うん、ただ、よく考えたらね、スパロボやってるからね、ファイナルファンタジー5もね、あれ、スーパーファミコンのゲームですから。初見、帝王最低だな。はい、どうも。はい、161コメさんいらっしゃい。はい。初見サーキさんですかね。はい、どうも。他のドラクエではダメなの？え？どういうこと？他のドラクエ？え、何ですか？その罰ゲームで、だからファイナルファンタジーじゃなくて何かドラクエをやってほしいってことですか？
まあ、だ別のゲームでもそれはいいし、ドラクエでもいいんですけど、6とか8とか、でもいいんですけど、ただね、その罰ゲームでやる枠って、あの、早朝ですよ、うん、多分。今、時間あるとしたらね、最初、検査着です。はい、はい。そうそう。ドラクエの方が盛り上がるのよ。ただ、言ってだから。旅スタか、はい、俺は今回はパスで。はい。馬は苦手。はい。頑張れよ。あ、そうですか。馬苦手ですか。まあ、競馬わかんない、確かにつまらないかもしれないですからね。まあ、ゲームとし配信としては盛り上がると思うんですがね、言ってん。ね、これを機に、ね、競馬、多少知ってみてもいいかもしれませんし、僕も言って、うん。ね、競馬。渋谷駅前でナンパ配信いつやるんだよ。そんなのいつもやるとなんて一言も言ってません。うん、だから、その罰ゲームの配信やる時間は、いわゆる。あ、はい、どうもありがとうございます。うん、ね、なるべくわかりやすいに、僕、うん、解説できたらしますか。競馬で一攫千金狙う枠ですか。ね、競馬で一攫千金がね、リアルで、ね。罰ゲームはファイナルファイトをクリアするまで眠れません。いや、いや、もう今やってる、ファイナルファイトやってるからいいでしょ。だから、罰ゲームの配信を何かやるにしても、ダビスタで勝てない馬は馬刺しにするんでしょ。馬刺しにはしないでしょ。あれは乗馬でしょ、全部。ね。引退させる馬は、うん、馬刺し、まあね、リアルじゃ馬刺しになるかもしれませんけど、うん、だからそのね、罰ゲームの配信やる時間を、うん、早朝枠ってか考えてますから、うん、だからドラクエやってもいいですけど、早朝だからあんまりね、リスナーさんもいないですから。ね、今いるリスナーさんだってね、早朝帝王を刺身にしたら何になるの。僕なんですかね、脂身ばっかりだから、うん、ね、よくてトロ、うん、悪気やそのまま廃棄ですかね、うん、あ、ずれた、失礼、うん、トロだとおこがましい。おこがましいですけど、ね、でも脂身って言ったらやっぱトロしか思いつかないんですよ。はい、50回。いやー、ちょっとダメですね。なんか今日も来ないのかな。まあ、まだあと1時間ありますけど。今日はちょっと終わりたいですね、こいつ。ドラクエ8みたい。あとギレンの野望。はい。だから、早朝枠ですよ、うん。今いるリスナーさんのうちのね、誰が早朝で見れるか存じませんけど。ね、多分スパロボ2時半でしょ。1はまあ2時間かかって4時半で、うん、放送見る限り3回コンティニューではクリア無理。そうですかね。早朝とは、だからもしね、この後早朝枠を増やそうと思って深夜枠でやってほしい。深夜枠でってか、深夜枠今ドラクエ5ねやってますし、これ当面終わりませんよ。少なくとも年内終わる気配ありませんよ。ね、スパロボもあれだし、夜の部のペルソナはね、まだもうちょっとかかるし、もうペルソナ終わったらね、この間ファイナルファンタジーやるって約束しちゃいましたし、早朝散歩は配信できません。あ、来たかな。今度は来たんじゃないですか。さすがに来たんじゃないですか。これは来たでしょ、うん、ね、これは間違いない。断言していいです。甲賀です。これは。いらっしゃい。わらわら。草、
あ。180チコムさん、いらっしゃい。わらわら。嘘つき。ごめんなさい。薬草だけに草、断言とは。断言外したから1なのずめ。いや、ネタですよ。わらわら。ネタですよね。ね、僕には本当は薬草って分かってたんですけどね、それをバラしたらね、リスナーさんもがっかりされるでしょうから、ね、あえて黙ってたんですよ。どんな気持ち？いや、大した気持ちじゃ別に。分かってましたから、あれは薬草だってことは僕は事前に知ってましたから。メタルスライムもアロトルは。なんでメタルスライムもアロトルは外したから生詰め剥がす。嫌です。また。こうが甘いんだよ。甘いんですかね、128分の1ですからね。でもこんなのね、3倍とかやだな。ちょっともうこれ以上は、うん。残死刑で許す。それ許されたんですか。何が許されるんですか。死んだら許すも何もないでしょう。なんか歌って。何を踏んだんですか。だから193まで行ったら1つ歌いますよ。つまりリスナーを騙したと。これはひどいですよね。違います。傷ついた。そろそろ寝るわ。お疲れ様。あ、はい、どうも、おやすみなさい。それで早朝って何時やねん。はい、早朝だから5時からやろうと思ってるんですよね。ね、スパロボで4時過ぎに終わって、5時から3時間枠ですか。そう考えてるんですけど。それは無理だ。ねえ、でしょ、参加できん。ねえ、無理ですね。お疲れ、最後に謝って。意味がわかりませんけど。まあ、じゃあ、謝りましょう。ごめんなさい。はい。まあ、ただね、新規のリスナーさんを獲得するって意味では、いいんでしょうけど、ねえ、今いるリスナーさんが、ねえ、言って早朝にやったからって、ねえ、どれだけの人が見れるかってねえ、わかんないでしょう。応援してる。そうですか、ありがとうございます。間違えた帝王最低だね。間違えすぎでしょう。ね、結果的にっていうかね、時間を変えたことで、いや分かってますよ、しょうがない、3時さんと競うための深夜枠。違いますよ、だって3時さんは2時からでしょ。2時からね、明け方は6時くらいじゃないんですか。別にそうとは思ってません。違いますよ。ていうか、そういえば3時さんで思い出したんですけど、なんかね、昨日の早朝頃ですか、なんかね、三次さんの真似なのか、知り合いなのか知りませんけど、なんか4時って人がね、配信、なんか今日やってましたよね、朝。ね、多分三次さんじゃないと思うんですけどね、あれ。三次さんに許可もらったりなんか知んないんですけど、ねえ、あのね、コミュニティのね、あの、サムネイル。ねえ。いや、僕は売らないでしょ。別に売る必要ないでしょ。やってた、わらわら。ねえねえ、やってましたよね、その人。ねえ、しかもすごいことにね、もうなんか、僕なんかよりもはるかに人気ってね、なってましたけど。いや、どういう人なんですかね。全く無関係なんですかね。ねえ、あれ完全にパクリなんですね、ねえ。あれ、サンジさん本当に怒っていいっていうか、ねえ、あれ、どうなんでしょうね。いや、僕もね、それで人気になれるならね、僕もサムネイルで、ね、サンジさんのパクって。朝の散歩を装った小学生の投稿動画は自重しよう。いや、やりませんよ。だから、そういうのは。ね、僕も5時って名前にして、ね、それで、リスナーさんをかき集めてって。5時になるんですね。そうですね、なりましょうか。5時が空いてる。ね、そうですよね。ね、早朝枠で5時からやるわけですし。ね、その枠で、その枠だけでもね、そうですね、ね、5時のコミュニティってことにして、やりましょうか、そのうち。あれそうだな、あれの疲れるんですよね、でも言って、やっぱそういうの。僕はもっとね、個人的にまったりやりたいですから、
ね、そんなリスナーさんとそういうね、なんか口論というかね、こじれるのね、僕大嫌いですからね。リスナーさんとは仲良くね、親切にね、まったりとやりたいですからね。50と。ふぅ。そういうわけなんで、とりあえずね、今だからその早朝枠でならね、新しいタイトルやれるとは思うんですが、ただあんまり枠をね、分散してるのもどうかなって思うんですよね、本当はね。帝王が上級者の父ちゃん説はデマだよね。何ですかそれ、デマでしょ。だって今ね、ファイナルファイトやって、ペルソナやって、で、このドラクエやって、スパロボやって、それで、ね、1日5枠ですか、ね、それは時間帯を考えて、ね、リスナーさんに別の配信をやるっていうのは悪いことじゃないと思うんですけど、さすがに1日5枠っていうのはちょっと抱え込みすぎかなと。スパロボね、もうちょっと、第3次が終われば、もうちょっと1日ね、1話じゃなくても2話3話ぐらい進められるぐらいの縛りでやりたいんですけど、うん、いや3話きついかな、うん、まあ1日2話はやれたらと思いますし、うん、帝王が上級者の父ちゃん説はデマだよね。だからデマですよ。上級者って誰ですか、魔法さんのこと。そんなに僕似てますか、魔法さんと。ね、あんまり僕も面識ありませんけど、うん、はあ、似てきた。似てきたんですか。いや、もし似てきたんだとしたらね、僕が変わったというか、僕を変えた何かがあるとすれば、やっぱりそれはね、リスナーさんに何かしら影響を受けたってことかもしれませんね。ね、多かれ少なかれ、いい意味でも悪い意味でも、ね、ね、主に交わる赤くなるって。いや、せいやしてないでしょ。三次さんもニート歴長いんですか、わかんないですよ。ねえ。あの人もニートなんですか、今は。よく知らないですけど。いや、僕も言って結構ニートもう長いですからね、もう。ましてはもうね、仕事なんか絶対ありつけませんから、もう残りの期間もう十分ニート歴ですから、うん、ニートというか、うん、
MP が足りない。あ、マヒアと似てる。モンスターコンプすんの？頑張ってね。おやすみ。あ、はい。220個目さんいらっしゃいませ。あ、はい。どうも。おやすみなさい。すいません。あ、コメントありがとうございます。はい。一応、うん、仲間モンスター50音順に種族別で、はい。全部集める縛りプレイやってますね。はい。まあ、今日はダメでも、また明日でもご視聴よろしくお願いします。はい。何回からでしたっけ？カウントって35回ぐらいでしたっけ？1時間で23。まずめっちゃ少ないですね、今日。はぐれより少ない？うん、そうですね。下手したらね、はぐれメタルの1時間ペースよりちょっと、少ないかもしれませんね。ペースとしては？そうです。はい。ペースとしては、ちょっとあまりよろしくないですかね。出るときはね、多分1時間30ぐらいいけたり。した時もあったような気がしたんですが、やっぱこいつがちょっとここでないと出ないですかね。多分外の方がまだ出やすいですから。じゃあ本当にこいつさえ終わればプチシリーズも出やすい。256より精神的に厳しいかもね。かもしれませんね。でも128分の1ぐらいね、運が良ければさーってね、すぐ一発積むとかね、なきにしもあらずですから。日頃の行いが悪いからな。僕そんなに日頃の行い悪いことやって、やってますけどもね、反応できませんけど。いや最低だな。何がさ、いや、そんなさ
空いていたなって言われるほどのことはやってないと思うんですよね。それじゃ怠けるって意味では確かに最底辺かもしれませんが、主に対してではない。え、そうですか。え、誰ですか。帝王最低だなではない。そうですか。最低最低最低。はい、どうもニコニコさん、はい、どうもいらっしゃいませ。そんな最低最低言われたら僕だってへこみますよ。盗んだ自転車で日本一シュートかやってさ。なんですか、誰が、僕が。日本一はやってませんよ、そんな。僕そんな自転車道路とかやったことありませんよね、多分。ねえ、リスナーさんの中にはそれぐらいだったらやったことあるね、人いるかもしれませんけど。僕はいたって真面目ですから、そんなね、自転車泥棒とかそういったことはね、一切犯罪とかにはそういう手を染めてませんから、うん、ね、言って僕はね、昔から自転車盗まれる側でしたからね、本当腹立つもね、結構ね、チェーンとかちゃんと借りとかしてても下手したら盗まれますからね、うん。帝王さんはやって借りパクまでだよな。違います。帝王だって逃げるとなったら自転車くらい乗るだろ。そりゃ逃げるとなったら自転車乗るかもしれませんけど、逃げるような事態に陥ってませんから、そんな逃げなきゃならないようなことやってませんから ね。でも昔はね、あのね、僕ほら昔北海道住んでたことあるって言ったじゃないですか。まあ、田舎の方ですけどね、その頃はね、実はね、自転車なんか借りね、かけなくても誰もね、盗む人いなかったんですけどね。その後ね、埼玉越してきてあれするようになったら、まあひどいひどい、自転車なんかね、借りしてたって取られるし、ね、もうちょっとすごいですね、ひどかったですよ、もうあの頃。北海道のどの辺にいたの？ね、あの、十勝の方です。はい。前にも言いましたけど。十勝？そうです。はい。帯広か。うん、そうです。帯広が十勝で一番、うん、でかい町っていうか。うん、まあ、帯広じゃないんですけど、僕は。うん、カマンベール作ってたんですか。はい、クズヌさんですか。いらっしゃいませ。だから僕別に普通の民家で一般人ですから、農家じゃありませんから。大樹、大
待機ですか、あれ待機帳ですよね、待機じゃないですよね、中札内か、違いますよ。いいでしょ別にそんな、そこまで特定しなくたって。なんでそんな詳しいんですかね、待機とか中札内とか。えらい詳しいですね。あれもしかして北海道在住ですか、ペロペロペロさんはね。根室か。いや違いますけど。なんでそんな詳しいんですか。北海道ですかもしかして、うん、わいわい今エサシ、今言ってますね、エサシ、エサシがどこかわかんないですけど、あ、やっぱ北海道か、地元函館、うん、地元、あ、そうか、それ言ってましたね、函館、あ、そうか、それでも やたら詳しいですね、そんな目黒とか中札内とかね、待機とか、うん、ね、今どうなってるんでしょうね、北海道住んでたとこ、地元函館ぐらいの人ここにいたんですね。え、そうなんですか、グレーの人は、え、函館出身なんですか。いや、僕は違いますけどね、うん、でもどうなんでしょうね、昔も結構田舎でしたしね、言って人口どんどん減ってるでしょうからね、僕の住んでる町なんか、住んでた町なんかどうなんでしょうね、今人口もっと減ってんじゃないかな。グレイの誰かと中学同じやぞ。え、本当ですか、すごいですね、同じ中学なんですか、うん、いや僕なんかね、そんな言って学校通ってた人で有名人なんて誰もいませんけど、ジローですか、そう、僕はそういうね、同じ学校で有名人とか誰もいませんでしたけど、一番有名になれ、僕が有名に、地元イメージした曲あるぞい、ちゃんと、本当に僕が有名になってもね、僕が有名になるとしてもね、そのね、トップニュースというかね、新聞の三面記事の意味でなるかもしれませんけど、ね、僕には無理です、思ったけど、あんまり減ってないのかな、まあ減ってはいるんでしょうけど、犯罪でもいい、何でもいい、一番でないと意味はない。いや意味ないでしょ、犯罪は、犯罪で一番は意味ないでしょ、一番じゃないとダメなんですか。はい、ダメなんです。ダメなの、ダメなの、二番じゃダメなんですか。いいじゃないですか、二番だって別に。そうやって一番にね、勝つことばっかりこだわってたらね、見えなくなるものもありますよ。みたいにね、一番底辺まで落ちぶれたからこそ見えてくるものだって何かしらあるかもしれませんし、うん、いいこと言うな。それは一番だろう、一番下。いいね、初見です、はい、ニートが何言ってるんですか。あ、はい、どうも249、ごめんなさい、いらっしゃい。あの底辺の
あの最低分ですか、あの帝王ですが、プッシュといえばあのドラクエ5の仲間モンスター集めご覧になっていってください。はい、いいじゃないですかね、下の人間だからこそね、最低じゃあな、あんた一番になんないと4ぬって言われたらどうする？え？一番目指すだろ、そういうことだいやそれ死ぬって言われたからって、いやね、無理だから諦めんじゃないですか、それはそれでね、一番なんですか一番、僕がそのなんか本当に現実的に何かしら一番になれる要素ってあるんですかね。狙って2番は取れない 2番は取れない、それはまあそうですね。体重ならね、もうちょっと頑張ればもしかしたらね、日本一ぐらいはなれるかもしれませんけど、底辺で一番目指せばいいだろ。底辺で一番じゃあもういいんじゃないですか、僕多分底辺では一番でしょ、もう最底辺ですから、もうじゃあそういう意味じゃもう僕一番ですよ、やった。相撲取りに勝てそう？いや勝てないでしょ相撲取りは言ってね、あれで結構俊敏でね、僕みたいな普通のデブと違って結構ね、脂肪の下には結構分厚い筋肉もあるでしょうからね、勝てませんよ、ただ太ってるデブとじゃさすがに。チャリも盗めないで底辺は語れない。そうなんですか、投げやり合い方ないかムカつく、自覚を持て、投げやり合い方そんなムカつかないです。食事がマンネリになるまでご飯食べれてる時点でまだまだだ、はい、そうですか。チャリも盗めないでって、だっていや逆じゃないですかね、自転車盗むだって結構な技術とね、度胸とかそういうのがないと盗めませんからね、そういう意味じゃね、そういうね、盗むね、テクニックも度胸もないっていう意味ではある意味底辺じゃないですか、もっと、うん、ある意味ではね。盗んだ自転車では尻出せ。嫌ですよ。心が優しすぎる。底辺とは言えない。そうですか。優しくはないでしょう。ただめんどくさがりなだけですよ。横着なだけですよ。盗んだ自転車で走り出せ。無理です。180キロじゃ自転車パンクしますから。無理無理。ちょっとぐらいなら持つかもしれませんけど。まだ良心が残ってる。良心なんですか、良心ぐらい底辺持ってたっていいでしょう、うん、いやしかし来ませんね、まだ30回も超えてないし今日、うん、さすがにいかね、こいつともちょっとあきあきしてきたというか、うん、ねえガンガン出てくれりゃねえ僕もさささってやって終わるんですけど、毎回言いますけど本当出ないことにはね本当に起き上がるも何もありませんからね、
場所が悪いとかあるんですかね、言って奥の方が出やすいとか。上原愛とキスしたい？そうですね、してみたいですね、一回ぐらい。いや、向こうが相手が嫌がるでしょうけど、なんで今日こんなに本当に眠いのか。1日1話で進めたとしてスパロボはあと何日で終わるの？スパロボですか？今日21話ですよね。待ってください。あくまでまあ想定の話ですけども、今日21やって的に1,2,3,4,5 6,7,8,9,10,11,12,13、最短だとあと13話ですね。1日1話、まあ土日はやらないとしても、あと2週間ぐらいで、まあクリアか失敗かでは終わりますね。まあその後もね、続けてスパロボやろうかなとは思ってはいるんですが、どうしましょうかね。2週間後か、はい、今のところいけそうなの？そうですね、今のところは、ね、致命的な戦力ダウンはないですから、まあ、ポチポチね、ちょっとやらかしてはいるんですが、現状まだ多分ね、一応その最後のシナリオですか、その僕が行こうとしてる、そこに行くにはそのね、その直前までのターン数の経過がね、一定ターン以内でないとダメなんですが、一応、大丈夫なはずなんですよ、今のペースでいけば。じゃあ初回がガバだっただけなのか？初回まあ久しぶりだったってこともありますからね。まあこっからは慎重にいけば大丈夫と思いたいんですが、ダメだったら、もうちょっとこの縛りではもう無理かもですね。その時は、多少縛り緩くして、まあやり直しというかね、続行ですかね。そのままシナリオの話数から。まあ人生縛りだけでもなくして。ガバかどうか聞いてるんだから言い訳すんな。ガバかどうか、ガバでしたよ、ガバでしたよ、ガバガバですよ、ね、それこそ、ね、ガバガバ、ガバガバしまくって、ガバガバでした、はい、申し訳ない。なんですけど、言い訳じゃないでしょ。ね、でも、まあ。確かにね、一瞬目は確かにちょっとね、リハビリみたいな感じではあったかもしれませんが、でも言っても今はね、もう行き当たりばったりですからね、
こっからはそんな、ね、想定通りに行けるとも限りませんし、少なくとも今日は結構ね、昨日のシナリオよりは長期戦ですから、多分今日2時間しかそれ以上かかっちゃうかもしれませんから、うん。今日は。帝王が放送枠短くするようにリスナーを誘導してるの？どういうことですか？意味がわかんないです。誘導僕が何、ドラケンのことですか？誘導はしてませんけど、僕がね、短くしたいからってことで。まあ、最終的にね、枠の時間を決めるのは僕なわけですけど、申し訳ない。まあ、ドラケに限らずね、スパロボもそうですし。さすがに2時半はなかなか見れないわ。いや、しょうがないですよ。申し訳ない。ね、もともとスパロボもね、夜やってたんですけどね。リスナーさんからブーイング食らっちゃって。リスナーさん結構来るの？レイジの時は結構来てましたよ、それでも。今日なんかドラクエ140人でしょ。スパロボもそれぐらいは来てましたよ。コメントの数はちょっと少ないかもですが、来場者数って意味ではスパロボもそんなね、同じぐらいは来てたはずですよ。夜の時間帯もそうだしね、この深夜の時間帯でもね、スパロボやめろとか、ね、140はいなかったイメージ、ね、6時間が2時間に大幅減。ドラケに関してはそれはまあ申し訳ないですけど、いや140、いやいまして結構ね、長いし、昨日は確かに短いシナリオ1時間かからなかったから、まあ昨日はもう昨日からもう深夜でしたからね、もうそれはしょうがないですけど、いやね、12時からの頃でもね、もうちょっといましたよ多分ね。それ言うならね、ペルソナの方がね、来場者数少ないんじゃないかなってぐらいなのに、なのになんかペルソナは荒れないんですよね。ペルソナ別にね、やめろとか言われないし、でもスパロボの時はね、やめろやめろやめろね、時間変えろとか、裏で一人でやれとか、ね、ちょっと言われましたからね、本当に。まあね、僕が結構いらない、じゃあそんなは面白くなさすぎて人も寄りつかないそういうことなんですかね。一応今のところの予定としては、まあ、ペルソナね。いや、僕もちょっと、まあ、最終的にね、ペルソナシリーズってことで、あれして、まあ、最終的に決定したのは僕ですかね、ペルソナ1を選んだの。つまらないってことじゃないですよ。ちょっと、だれますよね、さすがに。あそこまでとはちょっと思わなかったというか。まああとはね、システム割りというか UI というか、そこも結構昔のゲームしてもかなり不親切って感じのところもありましたけど、まあでも始めた手前ね、ちゃんと最後まではやらないとですし、戦闘長いからな。ペルソナは3からやってるから見てて新鮮だけど。そうですかね。どうなったんでしょうね、そのアンカーでっていうか、ねえ、ペルソナやってほしいって言ってた人は、1のことをやってほしかったのかね、その、そこら辺もよくわかんないですよね。アンケートではね、一応、ねえ、ファイナルファイト、最多で時点ででしたけど、でもファイナルファイトってあんまりリスナーさんに来てないですからね。アンケートではね、一応トップで勝ったはずなんですけど、やっぱね、少数派の方が
意見がでかいっていうか声がでかいっていうのはあながち間違いでもないのかもですね。今週無理でも来週にはさすがに型がつくんじゃないかな。桃鉄は最高だったな。そうですかね、そういう人多いですけども、ただ桃鉄ね週末ですからね、土日しかやらないですし、ファイナルファンタジー配信時間が合わないんだよな。え、ああファイナルファイトですか。あ、そうですね、どうなんでしょうね。難しいですね、本当。どのゲームを優先してやるべきか。いやね、もう西田さん、メガドルロックとか仲間にしないのですか。はい、276個目さんいらっしゃいませ。はい。はい、わかりやすく言うと、54順にやってますんで、今僕が仲間にできるのは、この、画面下のリストに出てる、プチファイター3匹目だけですから、はい。一応、順番に集めてますんで、まだメガザルロックは仲間にできないんで、戦えないんです。戦っても、起き上がっても仲間にできないんです。あくまで今狙ってるのは、プチファイター3匹目の方がだけですから、はい。そういう縛りプレイでやってますんで、はい。まあ、メガザルロックがね、来たるべき。怒りの尺が少ないか分かる人の集まり方だわ。そうですか。なんですかね。そうなんですかね。やっぱり社会人が多いんですかね、言って。ねえ、なんか、分かりませんけど。ご丁寧にありがとうございます。いえ、とんでもないです。いえ、まだまだね、言って、別に分かんないことあったらね、僕が答えられることでしたら、いくらでも。はい。してないんですか。バカじゃないの。そういう質問に答えるっていうか、そういう質問する方がどうかしてますよ。タードだ、71回目。いらっしゃい。またか。薬草だけに腐ってない畜生。笑ってごまかした。ごまかしてません。答えられない。今隣で寝てるもんね。誘拐してません。幼女好きです。好きでも好きでもないです。誘拐してません。もう何ですか、そういうのもちゃんと答えないとあれってなっちゃうんですか。もう切れて笑う帝王最低だな。笑ってます。呆れ返って笑ってんですよ。もう。何、何で。通報しました。どこに通報したって言うんですか。誘拐なんかしてませんよ。幼女なんかいませんよ。やめてください、ほんと、そういうの。ああ、もうそれもこれもこいつのせいで、こいつが仲間になる。そういうことする人だったんですか。そういうことしたことありません。してません、もう。ああ、帝王最低だな。何が最低ですか。ショックです。帝王最低だな。何ですか。今更ショック受けるも何もないでしょ。僕の人柄もう分かってるでしょって。戻しますけど、一応ペルソナ終わった後はもうファイナルファンタジー8やるつもりでいますんで、その点だけはご了承ください。レベル100縛りクリアできるかね、そういった知識全くありませんが、まあ最悪積んだらね、最初からやり直すくらいの気概で頑張ろうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい。で、あと早朝枠をどうするかは、まあまあ、もうちょっと。それも楽しみだな。どうなんですかね。まあ、クリアできないってことはないんでしょうけど。
どうなんですかね、レベル100ね、敵が どれぐらい強くなるか。ファイナルファンタジー8って次キャラレベルで敵強くなるんだっけか、はい、そうですね、こちらの強さ、ね、スカートめくりしてるもんな。してませんよ。ね、多分こっちのね、レベルが、レベルカードゲームだったよね、それ。そうですね、カードでね、なんか集めて、アイテム生成して、そして強くするって。うん、ね、レベル100だよ。ね、こっちがレベル100、ね、1から100になって、強化される分以上に、ね、敵キャラの方がレベル1から100で、さらに強化されるっていう、なんかそんな理不尽なゲームだった気がするんですよね。だからね、低レベル攻略の方が逆に楽になるって、そんな感じだったと思うんですが、もう言っても本当に、ね、あれだってもう、もう20年近く丸々やってませんかね、発売地方にやって、1年ぐらいですか、ね、え、いやもう、開始地点でやるしかないじゃないですか、確かね、まあね、そういう仕様だからか知りませんね。用事でなくて王の心が盗まれたとかいうオチですね。そんなオチはありません。だから、うん、スタート地点でも結構レベル上げそんなに苦痛じゃないと思うんですよ多分、うん、敵持ってる方なんか多分ね経験値も増えるっていうか、だからまあまずはね最初にレベル100にする作業から始まるわけですけど、新しい仲間はどうするの？加入した簡単なのね、うん、そんな気がします、うん、そんなに苦痛じゃなかったと思うんですがね、うん、いや仲間は加入したその都度そこでレベル上げて、はい、やっていきたいなと思いますが、うん、まあ、ちょっとね僕ももう昔だからねゲームの仕様ちゃんと覚えてないですから、何かしらやらかすこともあるかもしれませんが、うん、まあ、やれる範囲で頑張ってみようと思います。レベル100にしてから始めてくれ、うん、それをやるんですよ、その縛りでやろうと思うんですよ。だから話聞いてました。臨時で入る仲間も100にするんだよね。臨時で入る、ね、まあ、ストーリー全部、やるしかないでしょ。ね、多分多分あれでしょ？でもラグナとかあれは、味方キャラのステータスが反映されるとかなんかあるんじゃなかったでしたっけね。よく覚えてないですけど。まあ、とりあえずそれでやってみますけど、多分僕一人だけじゃ多分クリアできないと思うんで、ね、リスナーさんのね、適切なアドバイス期待してますから、今のうちから。配信会であげとけということ。いや、ダメですよ、それ。ね、そういうのだってね、リスナーさん絶対、お前レベル100までチート使ったんちゃうんかとかね、言いがかりつけられかねませんから。どうでしょうね。まあ、時間がかかるようなら、配信外でもやるかもしれませんけど。調理したものがこちらですみたいな。3分クッキングですか。100はマスでもいいよ、この際。いいんですか。いいっちゃいいかもしれませんけど。100までは100までは、うん、100まではって言っても。そこだけチート使ってってことですか、要するに。その辺はだから本当にレベル上げがどれぐらい時間かかるか次第では、うん、考えますけど、うん、それによってはね、僕の家にあるプロアクションリプレイが何かのね、役に立つかもしれませんね、うん。いいのかな、そういうチート配信って。まずいんじゃないですかね、言って。配信でそういう改造、それ結構ゲーム配信でもグレーだと思うんですよ。グレーとかブラック、真っ暗で真っ黒だと思うんですかね。はい、広告ありがとうございます。もうすぐ終わりますけど、はい、セブン生涯走り屋さんどうもありがとうございます。はい、いやね、改造ツールの使っての配信で、おまわりさんこの人です。いや、おまわりさんじゃないですけど、無理無理機。おまわりさんは関係ないけどね、配信としてはバンクラう可能性あるんじゃないですかね。大丈夫ですかね、うん、
やっぱ地道にレベル上げもやんないとダメなんじゃないですか。どれぐらいの時間かかるか次第ですけど。神奈川県警、また君か、書で話を聞こうか。また100にするところは配信しなくてええんやで。100にするとこだからなんすか、そのあらかじめセーブデータを作っとけってことですかね。ここでストーリー始めて下処理しておきましたで。そんなに時間かかるんですかね。まあ今日とりあえず急ぎ予定ないから、ちょっとどんなもんか試してみましょうか。レベル100、そんなに面倒なんですか。そんなに、そんなレベル上げ見たくないんですか。そんな作業嫌なんですか。言ってこのドラケン5と一緒じゃないですか、作業っていう意味では。ね、雑だわ。ジュニアアイドルが俺の生きがいだって言ってたもんね。言ったことありませんよ。やめてくださいよ。いやーもう来ない来ない。35から今日43回、このペースだと50、今日50いけばいい方ですかね。なお、みんなになんて言われても保証はできない。保証できないでしょ。普段は規則で絶対出ないけど、カツ丼出るくらいの常連さん。そんな常連じゃないですよ。なんで僕がそういう警察のご厄介になってる常連さんみたいなんですか。僕は何もやってませんよ、そりゃ。少なくともね、リアルな立ち位置では底辺かもしれませんけど、そういう犯罪方面に関しては僕は真っさらですから、真っ白ですから。今何言ったかわからないんですが。いやいや、わかんない、わかる、わかんないことないでしょうね。僕のリアルの立ち位置では確かにね、底辺ですけど、ね、そういう犯罪とかそういう前科的なね立ち位置では、僕はむしろね、標準以上、うん、ね、真っ白ですかね。そういう意味ではね、もしかしたらリスナーさんの中で一番ね、頂点に立ってるかもしれませんから、うん、ね、なんだかんだ言ってね、リスナーさんの中にだってね、そうは言っても警察のご厄介になった方だっているんじゃないんですかね。別にね、僕はそういうね、前科がね、たとえあろうと僕はね、そういう人を下に見ようなんてね、心構えはありませんけどね、どんな人だろうと僕は親切丁寧に対応しますし、自分60キロオーバーで略式起訴されました昔。本当に、スピード60キロオーバー、高速ですか。あ、でも高速、まあね。とりあえずリスナーをディスったということだけは分かった。ディスってはいませんよ。ディスったわけじゃないですよ。僕はどんな人だろうとね、人対等にね、移動オービスで。移動オービス、移動オービス、そんなのあるんですか。移動オービスって、オービスってね、あの、10万円、うわ、ネイトリだな。
え、移動って動くってことですか？どういうこと？ね、あんまり詳しくないですけど。60キロで罰金10万、高いっすね。ね、僕も言ってそんなスピード違反とか。ギリギリ免停90日。ギリギリですか。ギリギリってことはもうちょっとあれしたら免許、なんですか、取り消しってことですか。ね、怖いですね。危ないですね。でもね、ペロペロさんは北海道だったね、確かに。あんまりね、車。あと1点で取り消し。おお、怖いですね。道路に埋め込んであるのもあるよ。道路に埋め込んでる。はあ、でも移動ってどういうことですかね、移動って。いや、僕も、いや、だってよ、60キロオーバーってことは160キロでしょ、うん、そこまではさすがに僕もちょっと怖くて出せませんね。いくらあれでも。120ぐらいならまあね、出し、高速で出したことはありますけど。バンみたいな車が張ってるのよ。バンみたい、はぁ、車が張ってんですか。あ、それでもさ、それで、はぁ、なるほど、なるほど。はぁ、勉強になりますね。ああ、そうなんだ。車自体がオービス。なるほど。失礼。そういうの怖いですね。そういうのね。それじゃあ、いつ神出鬼没ですかね。どこに。周りがゆっくりだぜ、キャッコイワワな。そういう人らはね、逆にオービス知ってるからスピード落としてるんでしょうけど。ね、そうですね。周りが落としたら逆に警戒しないとですね。そっか、いやでも10万も取られるんすか。怖いですね。ね、その10万取られるリスク考えたら僕なんか絶対スピードオーバーは。実際どんなもんなんですかね、スピードオーバーって。法定速度に対して何キロ以上だと捕まるんですかね。実際リアルな話。まあ6じゃさすがにアウトでしょうけど、30とか40、10ぐらいじゃね、多分さすがにそれではね、捕まんないでしょうけど、20、30、40、そのあたりですかね。そういうのも知ってればね、この、このね、オーバーまでセーフって分かれば。いやー、そうそう、さすがにいい加減出てくれるとね、助かるんですが。あんまりこういう終了間際でね、来てくれたこともないんで、もうあと6分ぐらい、5分。せいぜいあと2、3回良ければってとこでしょうね。そこで終わったら、いやー、今日も坊主ですか。いやー、はまれはまれ、いやです、はまりたくない。もうね、出にくいモンスターではまるのってほんとつらいですよ。もうちょっとね、ポンポン出てくれればね、確率がいくら低くても
ね、起き上がるかなって楽しみがあるんですけど。10でも捕まるよ。30以上で10万取られて6時間講習。本当、10で10でも捕まるんですか。いやでもそれは一般道でしょ、さすがにね。高速でね、100を100周で捕まるってことはまずないでしょうし。でも30以上で10万ですか。はあ、30が一つの基準ですかね。30は確かにね、一般道出しすぎですよね。それで6時間講習、10万。6時間講習だと思うけど、やっぱ10万痛いですよね。10万あったらね、だって僕だったらね、キャプチャー買って、レトロフリーク買って、ね、プレステ3買って、ね、あと次に Wii U あたりも買って、ね、ゲームを買いたい放題。ね、もう、何でもやり放題でしょ。そう考えて10万って怖いですね。10キロで捕まるってケースってあるんですかね。まあね、例えばその事故とか起こしたらね、その時に速度ね計測して、10キロオーバーだったら速度超過ってね、それでね、なんかプラスアルファでってことは。法定が100だから捕まる、見つかってないだけ。でも100を110で捕まりゃしないでしょう、ね。いや、そうね、一応規定としては100ですけど。でもなんかね、透明のどっか一部分だけなんかね、試験的に今ね、最高速度をちょっと上げてるとこどっかありましたよね、確か。何キロでしたっけ ?120?110 だからね、ちょっとだけね、最高速度、法定速度を試験的になんかやってましたよね、この間。今は知りませんけど。110だったかな、120か、ちょっと覚えてませんけど。まあ、あっちのね、あの新透明っていうかね、あっちのガラガラの方の確か透明で見たような気はしたんですが。あと1分ですかね。ちょっと眠いから静かにしてて。それだったら別にあのミュートにすりゃいいじゃないですか。ところで帝王のコレクションって何？僕のコレクションですか。コレクションっていうか、今はないですけどね、ほらね、昔子供の頃とかね、ほら何でしたっけ、あのね、ビックリマンのシールとかね、あのカード出すとかね、ありましたよね、流行って。まあそういうのはね、集めてたことはありますけど、もう今この年ってか、もう無職だからね、そんな何か集める趣味とか、もうできないですよ、言って。まあ今ね、そういうの、ね、コレクションじゃないですけどね、いわゆるガチャとかで、みんな回して、そっちにお金使ってるんでしょうかね。ハマる人はハマるでしょうけど。これ次ラストですかね。どうなんですかね。ね、なんか、シール、価値、ね、まあ、あるものあるんでしょうけど、言って、でも、ね、やっぱ状態良くないと、ね、多分価値つかないでしょう。ね、多分、どれぐらいの相場か今知りませんけど。はい、撤収。お疲れ様。
時間ちょっとオーバーしたかな、間に合うかな。ということで、一応じゃあもうここから挨拶しておきます。2時間ご視聴どうもありがとうございました。はい、また明日深夜0時から、はい、2時間枠で高額なヘッドロココ持ってた気がする。あ、そうなんですか。ヘッドロココどうなんでしょうね。うん、羨ましい。うん、ねえ、子供の頃はね、そういうのをね、キラキラっていうかシールね、持ってるだけで結構ね、自慢できたことありましたけど、うん、一応明日また0時から、はい、枠取りますんで、一応この後、一応30分の休憩してから、はい、一応スーパーロボット対戦もやりますんで、もし興味あるリスナーさん、そちらもよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。ゴリですね、はい。30分休憩の間に。はい。寝ちゃうんだよね。いや、いいですよ。眠い、もう時間も遅いですからね。寝てくれてもしょうがないですから、おやすみなさい。はい。まあ僕はまったり、まったりですけど、ガチでやりますんで、よろしくお願いします。はい。じゃあ2時間、ご視聴ありがとうございました。じゃあ